はい、5つのメカが見事に戦闘機モードになりました。はい、いつも私、ヒロゲンを応援してくれてありがとうございます。2024年はメンバー限定動画を月に1本以上は出そうって思ってたんですけど、後にお話しするんですけど、大事な用事とかがあって、なかなか撮れませんでした。もうほんと申し訳ございませんでした。一応3月は、1月、2月の分も合わせて全部で3本撮る予定でございます。はい、本日のメンバー限定動画はこちら。私が作った変形合体ロボ、ギャラクシーソルジャーです。もうすでにご存知の方がいると思うんですけど、こちらのギャラクシーソルジャーは今年の JBF2024年で展示したいと思います。ちなみにこのメンバー限定動画ではこのギャラクシーソルジャーのこだわりポイントとかちょっといろいろ裏話も交えて変形合体させたいと思います。まずこのギャラクシーソルジャーは全部で5体合体のロボになっております。間で中間形態のビッグバイパーに変形合体してロボボードのギャラクシーソルジャーに合体します。実を言いますとこのギャラクシーソルジャーは動画公開してからめちゃくちゃ改造しました。まあその改造した部分も所々紹介していきながら話していきたいと思います。まずは1号メカのスペースファイターです。ちなみに全メカ共通でミニフィグを乗せることができます。スペースファイターはこのハッチを開いてここにミニフィグを座らせることができます。はい、こちらがスペースファイターです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。これ作って自分で言うのもあれなんですけど、このスペースファイター結構シンプルでかっこいいなって思っております。ちなみにロボに合体した時には胴体と腰回りになってこの部分が外れて武器になります。ちなみにこのスペースファイターの改造点はここですね。この剣ですね。この剣をちょっとだけ厚くしました。で、あとはこれね結構取れやすいんですよねあとはこの部分ですね。動画公開時にはこちらは白ブロックだったんですけど、グレーに変えました。正面にはクラシックスペースのロゴがあります。ちなみに操縦席はこのようになっております。スペースファイターはこんな感じです。続いては2号メカのスペースボンバーです。ミニフィグを乗せるところはここです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ちなみに全5機のメカの中で、このスペースボンバーを作るのが一番大変でした。ギミックとか色々考えてたら、このスペースボンバーだけで、1週間かかったかな。結構、いや、それ以上かかったかなって思います。ここにクラシックスペースのロゴがあって、ところどころに赤色と黄色と緑色のクリアパーツを使っております。ロボに合体した時は上半身の一部と頭部になります。ちなみに動画公開時に改造した点はここですね。この十字ペグの穴を1個増やしました。一応これはね、あえて言いません。わかる人はわかります。であと強いて言うのであれば、このパーツを増やしたり、この時空パーツをちょっと長くしました。長くすることによって、中間形態のビッグバイパーの時により一層安定させることができます。で、あとギャラクシーソルジャーの頭部パーツなんですけど、一部造形を変えたり、まあ、ちょっとだけ見栄えを良くするためにパーツを追加しました。スペースボンバーはこんな感じです。続いて3号メカのスペースアームです。ミニフィグを乗せる場所はここです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。スペースアームはロボに合体した時に両腕になります。このスペースアームは5機のマシンの中で一番初めに完成しました。ちなみにこれは昨年の11月に主催で開催した徳島ブリックランドで先行展示をしました。ちなみに改造した部分はと言いますと、ここにパーツを追加しました。これも後に話すんですけど、ビッグバイパーの時に安定して自立させることができます。スペースアームはこんな感じです。はい、そして最後はスペースレッグ R とスペースレッグ L です。ミニフィグを乗せる場所はここです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。スペースレッグが合体した時に足になります。ちなみにこのスペースレッグも結構作るのが大変でした。ちなみにこのスペースレッグの改造点はここですね。この部分はロボになった時に腰の一部になるんですけど、ここのパーツがちょっと寂しかったんでパーツを追加して、あとはロボになった時に足になるんですけど、ここもパーツを追加しました。そうすることでメカ単体の時にこうやって安定して自立させることができます。ちなみにこのスペースレッグなんですけど、一部パーツや造形を変えることによって左右別々のメカになります。スペースレッグ L とスペースレッグ R はこんな感じです。はい、改めて5機のメカを全部並べるとこんな感じです。メカに使われているカラーがほぼ一緒なので統一感があってすごくいいと思います。ちなみに去年公開したポリスガーディアンロボなんですけど、あれはもうがっつりスーパー戦隊のロボ意識に作ったので各メカの色はバラバラだったんですけど、今回はクラシックスペースを意識してブルーとグレー、そして差し色に赤と黄色と緑色のクリアパーツだけを使いました。各メカの紹介と改造点めちゃくちゃ話すのでお待ちかねの合体をしたいと思います。動画でも話したんですけど、こちらのメカは5体合体して中間形態の戦闘機状態ビッグバイパーになってロボモードのギャラクシーソルジャーになります。ではまずは戦闘機形態のビッグバイパーに変形合体させます。